フリーランス記者の上出と申します。もう皆さんがいろんなことを言ったので何を言おうかなと思って考えていたんですけども、私自身も裁判が初めて で今感じていることは、いろんな問題があるんですね。そして、賛否を取ってみると、やっぱり秘密法にも反対、原発再稼働にも反対、安保法制にも反対があって、世論調査では多数なんですよ。しかしそれが全部今の国会の力だけでやってしまおうとしている。誰かが運動隊だとおっしゃいましたけども、まさに今ここに来て顔が見えている方たちが支援してくれる方たちっていうのは、そういう意味ではすごい貴重な人たちで、どんな人たちが反対してるかっていうのは本当は全部はよく分かんないんだけど、やっぱり確実にやっぱりここに来ている人たち、本当は一人一人から皆さんから聞いて、そしてどんな思いで来ているのかっていう、いろんなことを抱えながら皆さんやってると思うんですけども、そういったようなことをつなぐ場として、この秘密保護の裁判ってすごく大切なんだなと、これからもまあ続くということなので、そんなことをやっぱり噛み締めながら、言いたいことはたくさんあります。今安保法制に対しては特にマスコミがほとんど確信になるような、さっき小池さんが暴いたこと、あれまさに安保法制の確信なんですね。自由に日米が軍事行動ができるっていうことを、ああいう法律を作って抽象的なことで、なんか説明もできないような、とにかく作っとけばもう合法的にやれるという、すごい怖い確信なんですけど、マスコミはない、あそこの自衛隊の内部文書のこと、朝日もちらっと書いてますけども徹底的には書いてません。ですからそういう怖さもありますが、まあ、そんなことも言いたいんですけども、とにかくやっぱりここにいる方たちがそういういろんな問題のやっぱりこう背負ってきてこれくださってるということをかみしめながら、これからも皆さんと一緒にいろんなことを考えたり訴えたりしていっていけるようになればいいなと思っております。どうもありがとうございます。